ものの考え方と神様への感謝。三浦綾子さんの作品は、例えば氷点や潮刈峠といういい作品がたくさんあるのですが、エッセイ集にも教えられることが多々書いてあります。その中の一つの話は感謝婦人というものです。三浦さんは旭川の住人でしたが、旭川で夏の一番暑い時に20日間連続して雨が降ったことがありました。旭川の人たちは寄ると触ると、長雨で困ったものですね、洗濯物が乾かなくてと言い合っていたのですが、その中にこんなことを考えた人がいました。三浦さんたちの友人に感謝婦人と呼ばれる方がいたのだそうです。その方は、何があってもありがたいことですよね、神様に感謝ですよね、というのが口癖でした。ですから仲間内では感謝婦人と呼ばれていたのだそうです。そこで仲間の一人がこんなことを考えました。この20日間の長雨に対しても、彼女はありがたいことですよねと言うのだろうか、どのように言うか見てみたい、聞いてみたいと考えたのです。幸か不幸か、その日がやってきました。友人がその感謝婦人に向かってこう言ったそうです。本当に困ったものですね、20日間も長雨が続いて、洗濯物は乾かないし、農家の方も牧草が育たないと言って困っています。本当にどうしたものでしょうね。そうしたら感謝婦人はにっこり笑ってこう答えたのだそうです。ありがたいことですよね、神様に感謝ですね、と。実はこの三浦さんのエッセイを読むまでは、私は三方堂の家元ですと冗談半分に言ってきました。家元ですから、日本で一番そういう考え方や感謝ができる人間でなくてはなりません。しかしその20日間の長雨について、ありがたいことですよね、感謝ですよね、という言葉は思いつきませんでした。何をどう考えたら感謝できるのかということが思いつきませんでした。私は本を伏せました。そしてその本を前にして腕組みをしながら2時間考えました。考えて考えて考え抜いた結果、ありがたいことですよね、神様に感謝ですよね、という言葉にはなりませんでした。私は伏せた本に向かって頭を下げました。参りました、
私の解釈ではどうしてもそういう風になりません。教えてください。それから本を開き、そして読みました。感謝夫人の解釈はこういうものでした。この長雨をもし一日で降らせたならば、川が氾濫したりして多くの人が困ったでしょうね。限りなく優しい神様はこの長雨を20日に分けて降らせてくださったのですね。ありがたいことですね。神様に感謝ですね。そう言ったというのです。衝撃でした。こんな風に考えられる人がいるんだということが本当に衝撃でした。さて、話はその感謝夫人の話にとどまらないのです。三浦彩子さんは結核菌が脊椎に入って激痛を伴う脊椎カリエスという病気にもかかっていました。脊椎カリエスは激しく背中が痛み、その激痛は相当なものだそうです。それとお付き合いをしながら、晩年にはパーキンソン病もいただくことになるのですが、それについても愚痴や泣き言を言わない方でした。三浦彩子さんはその感謝夫人の話を書いた後でこのようなまとめ方をするのです。もし育児なしの私にこの脊椎カリエスの痛みが一挙に押し寄せてきたら、私は耐えきれなくなっていただろう。限りなく優しさを持っている神様はその育児のない私に対して20年に分けて痛みを分散してくださったのですね。だから私は耐えることができました。ありがたいことです。神様に感謝です。健康な人でもなかなかいろいろなことに感謝できませんが、毎日激痛を伴う脊椎カリエスという病気で痛みをいただきながら、それでも神に感謝ができる、その考え方というのが、一度に痛みが来たら耐えられなかっただろう、それを分散してくださった神に感謝である、こういう考え方をしたのです。感謝夫人にも驚かされましたが、三浦彩子さんの自らの体がそのような状態でありながらも、そのようにありがたいと感謝ができるという考え方にはもっと驚かされました。人間はそれほどまでに物事を崇高に捉えることができるという意味で、いい意味での驚きでした。いい意味でのショックでした。あれが辛いとか、これが辛いとか、
人間は嘆いたり愚痴を言ったり泣き言を言ったりすることは誰でもできます。しかし物の考え方を変えるとここまで崇高な考え方ができるのです。ありがたいことですね。感謝ですよね。というところまで人間は行き着くことができるのです。